こんにちは、ドクターエンケツです。さあ今ですね、アクセサリーガチャチケットのアクセサリーセレクション金チャッピー、今回は星5は全部金チャッピーというような状態ですね。僕は力即知持ってて心技を狙いに行くという、いやーかなり闇しか見えないけれども30連いきたいと思います。くーくーちょジャスト1000だったのね。そっか、30連やるためにはもうちょっとあけないと。さ、いやー、やめた方がいいよなー。でもね、金チャッピ欲しい。カモン。違う。違う。しかも特大号でもない。いやー、課金したくねえなー。150玉とか。金チャピー、金チャピー、金、金。あいやー、きついわ。いや、他の人がさ、金チャピー持ってるとやっぱ羨ましくなるじゃん。きついわー。もうダメ、音がダメ。全部星さんだけども、いや、このね、これは取っときたいよね月末ガチャにこの玉は取っときたいよね。あ、じゃあこれは取っちゃおう。これでラストだ。ダメだわー。てかもう、あれも出ないしね。蒔絵も、競争薬も、ジオ競争剤か。いやー、出ねえわ。きついわー。0.1%。まあ、他のこのノーマルにやったら 0.03 だから、に比べたらそれぞれはねマシかっていう気がするが、いやー、きついなー。いや、でも絶対これから金チャピ必要になると思うんだよなー。
最近また星にアクセがなんか軽くなりました。なんか混ぜてもいいかっていう気持ちになってましたね。さあ、いやもうラストにしよう。もうラストにしような。もうラストにしよう。もうラストにしよう。いやーもうやだ、もうやだ、やめようやめようやめよう。お、もうこれラスト、1000玉を残したい。ダメだー、出ねー、出ねー、やめよう、もうやめよう。ここで退いたらさ、何も成果が得られなかったってことになるじゃん。でも無理だよな。もう今自分で何連してるか分かんないし、こういうの非常に良くないですよね。もう何連って決めてやんなきゃダメだよね。本当にね、皆さんやめましょう、こういう。それ非常に良くない見本です。このローリング長いの来たんじゃないの？来ねえよ。特大号ですらねえし。うん、ほんとやだ。ほんとやめたほうがいい、みんな。ひどい。もうこんな向きになってやるんじゃなかったと後悔するレベルの。もうこれで、ね、マジでもうラストだ。もうこれ以上あの弾がないから引けない。持ってるよー持ってるよー、交換したい。はー
なんかここにも4あるし、はい、持ち玉全部使ってかぶりの即チャッピー、即金チャッピー。あー、今撮影してるのはね12月26日なんですよ。明日多分ね千年決戦編の話とか出てんじゃないのかな、これ、この俺がガチャ回してる時にはもう出てんじゃないかな。はーおしまい、みんな気をつけようね。あの霊玉の消費は計画的にね。以上、ドクター熱血でした。お疲れ様でした。